ニセコ連峰の山々に囲まれた蘭越町には美しい音色が響き渡る音楽ホールがある。80席の小さな会場には全国各地から音楽家が招かれ、質の高い生演奏が披露される。観客は町の内外から集う。ホールは2003年クラシック音楽好きの金子さんが私財を投じて立ち上げたことから始まった。コンサートを敷居の低いものにすると、誰でもそこで演奏できたり参加できたりするような面白い形の、ホールをしたいなと。建物は地元の人たちの協力を得てほぼ自分たちの手で建設。入場料は誰でも気軽に来場できるよう低価格に設定した。コンサート開催のお知らせをいたします。さらに演奏会が行われる数日前から町内放送で開催のお知らせが流れる。設立からおよそ20年、ジャンルもクラシックだけでなくジャズやオペラ、落語など幅を広げてきた。いつもすいません。今日、ホールの大きな特徴は蘭越流のおもてなし。地元農家のご厚意でもらった野菜を使ってスタッフが手料理を準備、演奏後のパーティーで振る舞われる。ここで聴き手と演奏家が交流することが醍醐味だ。町の人と演奏家のセッションが行われることもある。また町のピアノ教室にもホールを開放。これからもホールを中心とした心温まる交流の輪は広がっていく。